I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. いよいよバトルパートだな。今日の対戦相手はダミアスケイル、リオンのところか。出場者は私。頑張れよウェンディ。落ち着いて戦えば大丈夫だ。奴らはまだシェリアの強さを知らんようだな。グレイの驚く顔が目に浮かぶ。思いっきりやってきなさい。はい。修行したんだ。頑張らなきゃ。よし、天神の手並み拝見。よし、天神のフォーク。やばいぞ、一気に行け。よし、天神のフォーク。ここからだよ。よし、天神のフォーク。今は耐えるんだ。
そろ行くよ。天神のドボン。天神のマイン。やばいぞ、一気に行け。魔法使う子いるってちょっとやりすぎちゃったかな。ごめんね、痛くなかった？平気です、戦いですから。せっかくだからもっと楽しもうね。私、戦いを楽しむってよくわからないですけど、ギルドのために頑張ります。うん、それでいいと思うよ。私も愛とギルドのために頑張る。天神のみんながここまでつなげてきたんだ。私は戦いは好きじゃないけど、ギルドのために戦わなきゃいけない時は、私だって本気でやります。熱流奥義勝破天空戦の
勝敗の見えてる一方的な暴力は愛がないと思うの。降参してもいいよ。ね？できません。私がここに立っているということは、私にもギルドのために戦う覚悟があるということです。情けはいりません。私が倒れて動けなくなるまで全力で来てください。お願いします。うん、それが礼儀だよね。修行したんだ。頑張らなきゃ。お手並み拝見。天神のフラッグ！今です！見せてやります！
そろ行くよ。天神の一気に行け！天竜の直撃！天神の舞！天竜の直撃！まずいわ、一気に行かないと。
熱人奥義天の村クモン。天竜の逆撃。守ります。天神の舞。まずいわ、一気に行かないと。天竜の逆撃。よーし、行くよ。やばいぞ、一気に。守ります。滅人奥義天の村クモン。今は耐えるんだ。ヒール。守ります。ここで時間切れ、試合終了。この勝負引き分け。よく頑張ったね、ウェンディ。両者ともに見事。シェリアもウェンディもよくやった。魔力だけで見たらシェリアの方がはるかに高いというのに。痛かった？ごめんね。いえ、そればっかりですね。楽しかったよ、ウェンディ。私も少しだけ楽しかったです。ねえ、友達になろう、ウェンディ。はい、私なんかでよければ。違うよ、友達同士の返事。友達になろう、ウェンディ。うん、シェリア。私たちの試合はこれで終わりね。他のも見てく？そうだな。お、セイバートゥースの試合が始まるぞ。
フィオーレ最強。よく見ておくんだ、私たちが超えるべきギルド。相手はマーメイドヒール、女性だけのギルドだな。始める前に私たちも賭けというものをいたしませんか。申し訳ないが興味がない。敗北が恐ろしいからですか。そのような感情は持ち合わせている。しかし賭けとは成立した以上必ず行使する主義であるゆえ、軽はずみな余興は遠慮したいのだ。では重たくいたしましょう。命を賭けましょう。その覚悟が誠のものなれば受けて立つのが礼というもの。よかろう、参られよ。セイバートゥースの前に立ったのはあなたの運命。開け、創魚球の扉、天秤球の扉。恩刀フグ大天、抜かぬ太刀の型。嘘、精霊たちが打ち消された。安い賭けをしたね。人魚は時に虎を食う。わ、私が敗北。セイバートゥースの命、そなたの命は私が預かった。よい。はい、仰せの通りに。あのセイバートゥースは負けた。セイバーの女が弱かった、マーメイドの女が強かった。後者だな。奴は試合中一度も刀を抜かなかった。手加減してるってこと？わからん。それだけならいいんだ。セイバーが何の用だよ。ナツさん、話くらいは聞いてあげましょう。厚かましい申し出ではありますが、これを。創魚球の鍵と天秤球の鍵、この2つをルーシー様に受け取っていただきたいのです。そんな無理よ、もらえない。1日目、あなたを見た時から決めてました。大会が終わったらこの鍵をお渡ししようと。大会終わってねえじゃん。私の大会は終わりました。私の代わりにはおそらくミネルヴァ様が加わるでしょう。でもどうしてですか。それはあなたの大切な精霊ですよね。だからこそ私より優れた精霊魔導士であるルーシー様のもとに置いていただいた方が精霊たちも幸せなのです。嬉しい申し出だけど、やっぱり私には。あなたはすでに王道十二門の鍵を10個も揃えています。この2つと合わせて12の鍵すべてが揃うのです。世界を変える扉が開く。世界を変える扉？ただの古い言い伝えです。私にもその意味は分かりません。あなたは精霊に愛され、精霊を愛する方です。12の鍵を持って精霊と共に歩むべきです。やっぱり受け取れない。精霊魔法は絆と信頼の魔法。そんなに簡単にオーナーを変わるわけにはいかない。簡単な決意ではないのですが。え？いいえ、あなたならそう言うと思っておりました。いずれ時が来ればおのずと12の鍵は再び揃うでしょう。またお会いできるといいですね。
わね。せっかく全部鍵が揃うチャンスだったのにね。昔はね、全部揃えてやるんだって思ってたけど、今はそうでもないんだ。セイバートゥースの人とはいえ、あの人も精霊をとても大切に思っている。私にはあの人と精霊の絆は切れない。ううん、切りたくないの。ルーシー、俺出てくる。え、どこへ？ちょっと言い忘れ。じゃねえんだよな。ほら、夏ってばセイバートゥースってだけで悪者だって決めつけちゃってさ。だからこうして謝りに来たんだろうが。謝る？ごめんな。軽っ。ごめんね。これでも少しは大人になったんだよ、夏は。どういう意味だよそれ。わざわざそのためだけに私を追って。お前、ずいぶん暗い顔してっからさ、俺、気分悪くさせちまったかなって。いえ、すみません。いや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 、謝られても困るんだけど。泣かれても困るんだけど。どうしたの？私、人にこのように気を使われたことがないもので。私、ずっとセイバートゥースに憧れていました。去年やっと入れたのに、私はもう帰ることは許されない。たった一回の敗北で辞めさせられたのです。大勢の人の前で裸にされて、自らの手で紋章を消さねばならなくて、悔しくて恥ずかしくて、自尊心も思い出も全部壊されちゃって。それなのに私には帰る場所がなくて。悪いけど他のギルドの事情は俺にはわからねえ。ナチュ。はい、すみません。私つい。他のギルドだけど同じ魔導士としてならわかるぞ。恥ずかしめられて、紋章を消されて、悔しいよな。仲間を泣かせるギルドなんて、そんなのギルドじゃねえ。仲間。お前がマスターか。一度の敗北でクビだって、なかなか気合入ってんな。だったらお前も
俺に負けたらギルドやめんだな。ナツさん、自殺行為だ。ブルームさん、自分のところの仲間を仲間と思えねえやつは許せねえんだ。何の話かわからねえだと。逃げんのか。俺と勝負しろ、ライエンリーの逆殺。今宵の宴もこの辺でお開きにしまいか。ああ、世の中には体裁という言葉もあるものでな。攻めてきたのがそちらであったにせよ、大魔党演武出場者を潰したとあっては我々としても立つ瀬がない。どうだろう、ここはわらわの顔を立ててはくれまいか。さすればこの子猫は無傷でそなたに返すこともできよう。ごめんなずー。ハッピー。くそ、部下が何人かやられてはいるが、わらわが今回の件不問に付してもよいと言っている。そなたに大人の対応を求めようぞ。いいんだハッピー、俺の方こそ放っておいて悪かった。帰ろう。はい。決着は大魔党演武でつけよう。思う存分な。お前らなんかには負けねえよ。つうか俺たちには追いつけねえ。ギルドなら仲間大切にしろよ。俺が言いたいのはそれだけだ。俺たちのギルドにはない絆なのか。こんなに強かったのか、ナツ・ドラグニル。声かけるか。いいんじゃない、あいつらどうせろくなことしないし。ミラたちと先に行ってるね。それじゃあ後で。わあ、本当にプールだ。広いですね。気持ちいいな。ルーちゃん、こっちこっち。待って、今行くから。あって、スログの早っ。おいと、気にしたら負けよ。精一杯
回応援するよ。ブレイ様のために。絶対優勝。残りの試合、勝って勝って勝ちまくろう。おお、遅くなってしまった。誰だ。ギルドに入ってたのか。ショウやウォーリンも同じギルドに。そうか、本当に会えて嬉しいぞ、ミリアーナ。元気そうで何よりだ。お前だって。それにしてもお前のとこのカグラというもの、本当に強いな。いつか手合わせ願いたいものだな。そうなのか。ずいぶん物騒な名前の刀だな。これは国防大臣殿。あれとは。一刻も早く試運転がしたくてですね。国防大臣殿、お声の方が少しばかり大きいかと。それにあれはすでに完成しております。予算工面のための便宜ですよ。未完だというのは、あとは精霊魔導士がいれば。エクリプスは実用段階まで来ているのです。これより計画はフェーズ4プラン B に移行いたします。より確実に精霊魔導士を入手いたします。あなたがエクリプス計画反対派だということはすでに周知の事実。しかしここまで来たら止まれません。王のためなら、国のためなら、人は悪魔にも神にもなれるんです。世界を変える扉エクリプスの前では、一人の少女の命など実に安い。精霊魔導士が二人もいるのだ。10の鍵を持つ少女と2の鍵を持つ少女、12の鍵が揃う。エクリプスは完全に起動する。ゼレフ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 。は5日間、3日目の今日が折り返しね。周囲には遠いが、まだまだ巻き返せる範囲だ。一つずつ勝利を重ねていこう。はい、今日も頑張っていきましょう。妙に張り切ってんな。昨夜何かあったか。何にもないよ。みんなで優勝し、え、私に振るんですか。ま、いいけど。よっしゃ、それじゃ闘技場に行くぞ。
いよいよバトルパートだな。今日の対戦相手はダミアスケイル、リオンのところか。出場者は私。頑張れよウェンディ。落ち着いて戦えば大丈夫だ。奴らはまだシェリアの強さを知らんようだな。グレイの驚く顔が目に浮かぶ。思いっきりやってきなさい。はい。修行したんだ。頑張らなきゃ。よし、天神のお手並み拝見。よし、天神のフラッグ。やばいぞ、一気に行け。よし、天神のフラッグ。ここからだよ。よし、天神のフラッグ。今は耐えるんだ。行くよ。天神のドボン。天神のマイン。やばいぞ、一気に行け。天神のマイン。
繋げてきたんだ。 私は戦いは好きじゃないけど、 ギルドのために戦わなきゃいけない時は、 私だって本気でやります。
修行したんだ。頑張らなきゃ。お手並み拝見。一気に行け！まずいわ、一気に行かないと。
守ります。滅人奥義天の村雲ヒール、一気に行かないと。
ここで時間切れ。試合終了。この勝負引き分け。よく頑張ったね、ウェンディ。両者ともに見事。シェリアもウェンディもよくやった。魔力だけで見たらシェリアの方がはるかに高いというのに。痛かった？ごめんね。いえ、そればっかりですね。楽しかったよ、ウェンディ。私も少しだけ楽しかったですね。友達になろう、ウェンディ。私なんかでよければ。違うよ、友達同士の返事。友達になろう、ウェンディ。うん、シェリア。私たちの試合はこれで終わりね。他のも見てく？そうだな。お、セイバートゥースの試合が始まるぞ。フィオーレ最強。よく見ておくんだ、私たちが超えるべきギルド。相手はマーメイドヒール。女性だけのギルドだな。始める前に私たちも賭けというものをいたしませんか。申し訳ないが興味がない。敗北が恐ろしいからですか。そのような感情は持ち合わせている。しかし賭けとは成立した以上必ず行使する主義であるゆえ、軽はずみな余興は遠慮したいのだ。では重たくいたしましょう。命を賭けましょう。その覚悟が誠のものなれば受けて立つのが礼というもの。よかろう、参られよ。セイバートゥースの前に立ったのあなたの運命。開け、僧侶級の扉、天秤級の扉。恩刀踏む大天、抜かぬ太刀の方。嘘、精霊たちが打ち消された。安い賭けをしたね。人魚は時に虎を食う。私が敗北。セイバートゥースの命、そなたの命は私が預かった。よい。はい、仰せの通りに。あのセイバートゥースは負けた。セイバーの女が弱かった。マーメイドの女が強かった。後者だな。奴は試合中一度も刀を抜かなかった。手加減してるってこと？分からん。それだけならいいんだ。セイバーが何の用だよ。ナッツさん、話くらいは聞いてあげましょう。厚かましい申し出ではありますが、これを。僧侶級の鍵と天秤級の鍵、この2つをルーシー様に受け取っていただきたいのです。そんな無理よ、もらえない。1日目、あなたを見た時から決めてました。大会が終わったらこの鍵をお渡ししようと。大会終わってねえじゃん。私の大会は終わりました。
私の代わりにはおそらくミネルヴァ様が加わるでしょう。でもどうしてですか？それはあなたの大切な精霊ですよね。だからこそ私より優れた精霊魔導士であるルーシー様のもとに置いていただいた方が精霊たちも幸せなのです。嬉しい申し出だけど、やっぱり私には。あなたはすでに王道12門の鍵を10個も揃えています。この2つと合わせて12の鍵すべてが揃うのです。世界を変える扉が開く。世界を変える扉？ただの古い言い伝えです。私にもその意味は分かりません。あなたは精霊に愛され、精霊を愛する方です。12の鍵を持って精霊と共に歩むべきです。やっぱり受け取れない。精霊魔法は絆と信頼の魔法。そんなに簡単にオーナーを変わるわけにはいかない。簡単な決意ではないのですが。え？いいえ、あなたならそう言うと思っておりました。いずれ時が来ればおのずと12の鍵は再び揃うでしょう。またお会いできるといいですね。もったいないことしたわね。せっかく全部鍵が揃うチャンスだったのにね。昔はね、全部揃えてやるんだって思ってたけど、今はそうでもないんだ。セイバートゥースの人とはいえ、あの人も精霊をとても大切に思っている。私にはあの人と精霊の絆は切れない。ううん、切りたくないの。ルーシー、俺出てくる。え、どこへ？ちょっと言い忘れ。じゃねえんだよな。ほら、夏ってばセーバートゥースってだけで悪者だって決めつけちゃってさ。だからこうして謝りに来たんだろうが。謝る？ごめんな。軽っ。ごめんね。これでも少しは大人になったんだよ、夏は。どういう意味だよそれ。わざわざそのためだけに私を追って。お前ずいぶん暗い顔してっからさ、俺気分悪くさせちまったかなって。 いえすみません。いや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 、謝られても困るんだけど。泣かれても困るんだけど。どうしたの？私、人にこのように気を使われたことがないもので、私ずっとセーバートゥースに憧れていました。去年やっと入れたのに、私はもう帰ることは許されない。たった一回の敗北で辞めさせられたのです。大勢の人の前で裸にされて、自らの手で紋章を消さねばならなくて、悔しくて恥ずかしくて、自尊心も思い出も全部壊されちゃって。それなのに私には帰る場所がなくて。悪いけど他のギルドの事情は俺には分からねえ。ナツ。はい、すみません。私つい。他のギルドだけど同じ魔導士としてならわかるぞ。恥ずかしめられて、紋章を消されて、悔しいよな。仲間を泣かせるギルドなんて、そんなのギルドじゃねえ。仲間。
お前がマスターか。一度の敗北でクビだってなかなか気合入ってんな。だったらお前も俺に負けたらギルドやめんだな。ナツさん、自殺行為だ。プロモ様、自分のところの仲間を仲間と思えねえやつは許せねえんだ。何の話かわからねえだと。逃げんのか。俺と勝負しろ、雷炎竜の逆突。今宵の宴もこの辺でお開きにしまいか。ああ。世の中には体裁という言葉もあるものでな。攻めてきたのがそちらであったにせよ、大魔党演武出場者を潰したとあっては我々としても立つ瀬がない。どうだろう、ここはわらわの顔を立ててはくれまいか。さすればこの子猫は無傷でそなたに返すこともできよう。ごめんなずー。ハッピー。クソ、部下が何人かやられてはいるが、わらわが今回の件不問に伏しても良いと言っている。そなたに大人の対応を求めようぞ。入り口で捕まっちゃってごめん。いいんだハッピー、俺の方こそ放っておいて悪かった。帰ろう。はい。決着は大魔党演武でつけよう。思う存分な。お前らなんかには負けねえよ。つうか俺たちには追いつけねえ。ギルドなら仲間大切にしろよ。俺が言いたいのはそれだけだ。仲間、俺たちのギルドにはない絆なのか。こんなに強かったのか、ナツ・ドラグニル。にも声かけるか。いいんじゃない、あいつらどうせろくなことしないし。ミラたちと先に行ってるね。それじゃあ後で。
明日から頑張らなきゃね。精一杯応援するよ。グレー様のために。絶対優勝。残りの試合、勝って勝って勝ちまくろう。遅くなってしまった。誰だ？ギルドに入ってたのか。ショウやウォーリーも同じギルドに。そうか、本当に会えて嬉しいぞ、ミリアーナ。元気そうで何よりだ。お前だって。それにしてもお前のとこのカグラというもの、本当に強いな。いつか手合わせ願いたいものだな。そうなのか。ずいぶん物騒な名前の刀だな。これは国防大臣殿。あれとは？一刻も早く試運転がしたくてですね。国防大臣殿、お声の方が少しばかり大きいかと。それにあれはすでに完成しております。予算工面のための便宜ですよ。未完だというのは、あとは精霊魔導士がいれば。エクリプスは実用段階まで来ているのです。これより計画はフェーズ4プラン B に移行いたします。より確実に精霊魔導士を入手いたします。あなたがエクリプス計画反対派だということはすでに周知の事実。しかしここまで来たら止まれません。王のためなら、国のためなら、人は悪魔にも神にもなれるんです。世界を変える扉エクリプスの前では、一人の少女の命など実に安い。精霊魔導士が二人もいるのだ。10の鍵を持つ少女と2の鍵を持つ少女、12の鍵が揃う。エクリプスは完全に起動する。ゼレフ、ゼレフ、ゼレフ、ゼレフ。大会は5日間、3日目の今日が折り返しね。周囲には遠いが、まだまだ巻き返せる範囲だ。一つずつ勝利を重ねていこう。はい、今日も頑張っていきましょう。妙に張り切ってんな。ゆべ、なんかあったか。なんでもないよ。みんなで優勝しって、私に振るんですか。ま、いいけど。よっしゃ、それじゃ闘技場に行くぞ。
よし、そうだわ。いよいよバトルパートだな。今日の対戦相手はダミアスケール、リオンのところか。出場者は私。頑張れよウェンディ。落ち着いて戦えば大丈夫だ。奴らはまだシェリアの強さを知らんようだな。グレイの驚く顔が目に浮かぶ。思いっきりやってきなさい。はい。修行したんだ。頑張らなきゃ。よっ、天神のお手並み拝見。よっ、天神のフラッグ。やばいぞ、一気に行け。よっ、天神のフラッグ。ここからだよ。よっ、天神のフラッグ。
れるんだ。やっ、天神の舞。ここからだよ、頑張って。行きます、行くよ。天神のドボーン。やっ、天神の舞。やばいぞ、一気に行け。ゴッドスレイヤー、驚きました。ピオンから聞いてたんだ、フェアリーテールに私と同じ魔法使う子いるって。ちょっとやりすぎちゃったかな。ごめんね、痛くなかった？平気です、戦いですから。せっかくだからもっと楽しもうね。私、戦いを楽しむってよくわからないですけど、ギルドのために頑張ります。うん、それでいいと思うよ。私も愛とギルドのために頑張る。天神のフレアス。みんながここまでつなげてきたんだ。私は戦いは好きじゃないけど、ギルドのために戦わなきゃいけない時は、私だって本気でやります。烈竜王妃召喚、天空戦の
消えている。大丈夫？もう降参しとく。私戦うのは嫌いじゃないけど、勝敗の見えてる一方的な暴力は愛がないと思うの。降参してもいいよね。できません。私がここに立っているということは、私にもギルドのために戦う覚悟があるということです。情けはいりません。私が倒れて動けなくなるまで全力で来てください。お願いします。うん、それが礼儀だよね。はい。頑張ります。やっ。じゃあ今度この一撃で楽。今です。見せてやります。まずいわ。一気に行かないと。やっ！天神のドボーン！行きます。修行したんだ。頑張らなきゃ。お手並み拝見。Thank you.
ろそろ行くよ。天神まずいわ、一気に行かないと。
一気に行かないと。天竜の極撃よ。よーし、行くよ。やばいぞ、一気に。守ります。滅人奥義、天の無落も。今は耐えるんだ。ヒール、守ります。ここで時間切れ、試合終了。この勝負引き分け。よく頑張ったね、ウェンディ。両者ともに見事。シェリアもウェンディもよくやった。魔力だけで見たらシェリアの方がはるかに高いというのに。痛かった、ごめんね。いえ、そればっかりですね。楽しかったよ、ウェンディ。私も少しだけ楽しかったですね。友達になろう、ウェンディ。はい、私なんかでよければ。違うよ、友達同士の返事。友達になろう、ウェンディ。うん、シェリア。私たちの試合はこれで終わりね。他のも見てく？そうだな。お、セイバートゥースの試合が始まるぞ。フィオーレ最強。よく見ておくんだ、私たちが超えるべきギルド。相手はマーメイドヒール、女性だけのギルドだな。始める前に
私たちも賭けというものをいたしませんか。申し訳ないが興味がない。敗北が恐ろしいからですか。そのような感情は持ち合わせていない。しかし賭けとは成立した以上必ず行使する主義であるゆえ、軽はずみな余興は遠慮したいのだ。では重たくいたしましょう。命をかけましょう。その覚悟が誠のものならば受けて立つのが礼というもの。よかろう、参られよ。セイバートゥースの前に立ったのはあなたの運命。開け創魚球の扉、天秤球の扉。恩刀不具大天、抜かぬ太刀の型。嘘、精霊たちが打ち消された。安い賭けをしたね。人魚は時に虎を食う。私が敗北。セイバートゥースの命、そなたの命は私が預かる。よい。はい、仰せの通りに。あのセイバートゥースは負けた。セイバーの女が弱かった。マーメイドの女が強かった。後者だな。奴は試合中一度も刀を抜かなかった。手加減してるってこと？わからん。それだけならいいんだ。セイバーが何の用だよ。ナツさん、話くらいは聞いてあげましょう。厚かましい申し出ではありますが、これを。創魚球の鍵と天秤球の鍵、この2つをルーシー様に受け取っていただきたいのです。そんな無理よ、もらえない。1日目、あなたを見た時から決めてました。大会が終わったらこの鍵をお渡ししようと。大会終わってねえじゃん。私の大会は終わりました。私の代わりにはおそらくミネルヴァ様が加わるでしょう。でもどうしてですか。それはあなたの大切な精霊ですよね。だからこそ私より優れた精霊魔導士であるルーシー様のもとに置いていただいた方が精霊たちも幸せなのです。嬉しい申し出だけど、やっぱり私には。あなたはすでに王道十二門の鍵を10個も揃えています。この2つと合わせて12の鍵すべてが揃うのです。世界を変える扉が開く。世界を変える扉？ただの古い言い伝えです。私にもその意味は分かりません。あなたは精霊に愛され、精霊を愛する方です。12の鍵を持って精霊と共に歩むべきです。やっぱり受け取れない。精霊魔法は絆と信頼の魔法。そんなに簡単にオーナーを変わるわけにはいかない。簡単な決意ではないのですが。え？いいえ、あなたならそう言うと思っておりました。いずれ時が来ればおのずと12の鍵は再び揃うでしょう。またお会いできるといいですね。もったいないことしたわね。せっかく全部鍵が揃うチャンスだったのにね。昔はね、全部揃えてやるんだって思ってたけど、今はそうでもないんだ。セイバートゥースの人とはいえ、あの人も精霊をとても大切に思っている。私には
あの人と精霊の絆は切れない。ううん、切りたくないの。ルシー、俺出てくる。え、どこへ？ちょっと言い忘れ。じゃねえんだよな。ほら、夏ってばセーバートゥースってだけで悪者だって決めつけちゃってさ。だからこうして謝りに来たんだろうが。謝る？ごめんな。軽っ。ごめんね。これでも少しは大人になったんだよ、夏は。どういう意味だよそれ。わざわざそのためだけに私を。お前、ずいぶん暗い顔してっからさ、俺、気分悪くさせちまったかなって。いえ、すみません。いや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 、謝られても困るんだけど。泣かれても困るんだけど。どうしたの？私、人にこのように気を使われたことがないもので。私、ずっとセーバートゥースに憧れていました。去年やっと入れたのに、私はもう帰ることは許されない。たった一回の敗北で辞めさせられたのです。大勢の人の前で裸にされて、自らの手で紋章を消さねばならなくて、悔しくて恥ずかしくて、自尊心も思い出も全部壊されちゃって。それなのに私には帰る場所がなくて。悪いけど他のギルドの事情は俺にはわからねえ。ナチュ、はい、すみません。私つい他のギルドだけど同じ魔導士としてならわかるぞ。恥ずかしめられて、紋章を消されて、悔しいよな。仲間を泣かせるギルドなんて、そんなのギルドじゃねえ。仲間。お前がマスターか。一度の敗北でクビだって、なかなか気合入ってんな。だったらお前も俺に負けたらギルドやめんだな。ナツさん、自殺行為だ。うん、もそも自分のところの仲間を仲間と思えねえやつ許せねえんだ。
何の話か分からねえだと。逃げんのか。俺と勝負しろ、ライエンディの逆達。今宵の宴もこの辺でお開きにしまいか。ああ。世の中には体裁という言葉もあるものでな。攻めてきたのがそちらであったにせよ、大魔党演舞出場者を潰したとあっては我々としても立つ瀬がない。どうだろう、ここはわらわの顔を立ててはくれまいか。さすればこの子猫は無傷でそなたに返すこともできよう。ごめんなずー。ハッピー。クソ、部下が何人かやられてはいるが、わらわが今回の件不問に付してもよいと言っている。そなたに大人の対応を求めようぞ。入り口で捕まえちゃってごめん。いいんだハッピー、俺の方こそ放っておいて悪かった。帰ろう。はい。決着は大魔党演舞でつけよう。思う存分な。お前らなんかには負けねえよ。つうか俺たちには追いつけねえ。ギルドなら仲間大切にしろよ。俺が言いたいのはそれだけだ。仲間、俺たちのギルドにはない絆なのか。こんなに強かったのか、ナツ・ドラグニル。声かけるか。いいんじゃない、あいつらどうせろくなことしないし。ミラたちと先に行ってるね。それじゃあ後で。わあ、本当にプールだ。広いですね。気持ちいいな。ルーちゃん、こっちこっち。待って、今行くから。あって、くつろぐの早っ。おいと、気にしたら負けよ。勝ちまくろう。あー
遅くなってしまった。誰だ。ギルドに入ってたのか。ショウやウォーリーも同じギルドに。そうか、本当に会えて嬉しいぞ、ミリアーナ。元気そうで何よりだ。お前だって。それにしてもお前のとこのカグラというもの、本当に強いな。いつか手合わせ願いたいものだな。そうなのか。ずいぶん物騒な名前の刀だな。これは国防大臣殿。あれとは。一刻も早く試運転がしたくてですね。国防大臣殿、お声の方が少しばかり大きいかと。それにあれはすでに完成しております。予算工面のための便宜ですよ。未完だというのは、あとは精霊魔導士がいれば。エクリプスは実用段階まで来ているのです。これより計画はフェーズ4プラン B に移行いたします。より確実に精霊魔導士を入手いたします。あなたがエクリプス計画反対派だということはすでに周知の事実。しかしここまで来たら止まれません。王のためなら、国のためなら、人は悪魔にも神にもなれるんです。世界を変える扉エクリプスの前では、一人の少女の命など実に安い。精霊魔導士が二人もいるのだ。十の鍵を持つ少女と二の鍵を持つ少女、十二の鍵が揃う。エクリプスは完全に起動する。ゼレフ、ゼレフ、ゼレフ、ゼレフ。大会は5日間、3日目の今日が折り返しね。周囲には遠いが、まだまだ巻き返せる範囲だ。一つずつ勝利を重ねていこう。はい、今日も頑張っていきましょう。妙に張り切ってんな。昨夜何かあったか。何でもないよ。みんなで優勝し、私に振るんですか。ま、いいけど。よっしゃ、それじゃ闘技場に行くぞ。よし、